やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会、ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。皆さんこんにちは。お達者してますか？この時間は博愛会お達者クラブをお届けします。コロナ禍が続き、各医療機関や介護施設では感染症対策のため介護施設に入所する家族に会えない状況が続いています。おじいちゃんおばあちゃん元気かな、会いたいな、思っている方も多いでしょう。この番組では博愛会の各施設を利用されているおじいちゃんおばあちゃんの声をお届けします。それでは今週も元気にいってみよう。皆さんこんにちは。こんにちは、社会医療法人博愛会介護老人保健施設ヴィラ海星の山本です。ピョーです。はい、今日も私たちと一緒に生活しているおじいちゃんおばあちゃんと一緒にお伝えしていきたいと思います。はい、今年も2月になりました。2月といえば何でしょう？節分ですね。はい、節分ですね。はい、節分は豆まきで、邪気や魔物を払って新年に幸運をもたらすという意味があるそうです。立春の前日に行うことが一般的だと言われています。ヴィラ海星でも各ユニットで豆まき行事を実施いたしました。おじいちゃんやおばあちゃんたちがとても楽しそうに、鬼の格好をした職員に豆を投げる姿がとても印象的でした。はい、ピョーさんはミャンマーから日本に来てくれていますが、ミャンマーでは2月頃に何か行事はありますか？ミャンマーではね、日本の餅大会みたいな祭りがあって、日本はね、餅を潰しますけど、ミャンマーはね、餅を混ぜるのです。はい、大きな鍋の中で揚げた生姜とかニンニクとか、そして餅も入れてネバネバするまで、あれ長いしゃもじで混ぜるの。はい、もう出来上がったらね、まずお仏様に、お供えして、お寺のお坊さんたちにお供えします。はい、その後にもう知り合いとかね、近所の人とかに振る舞って、残る分はね、もう家族とか親戚たちで食べる瞬間です。ミャンマーに行くことがあればぜひ、体験できるといいですね。はい、そうですね。はい、お参加してください。ありがとうございます。はい、では今日も最後までお付き合いください。お達者クラブフレンズリレー、今週は尾本さんと河合さんにお話を聞いていただきたいと思います。はい。私たち博愛会メディカルグループは、地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。メディカルつながる街づくる博愛会メディカルグループ。ではお達者クラブフレンズリレーの時間です。今日も入所されているお二方に登場していただきます。ではまずお一人目、ご挨拶をお願いします。河合さん、お名前をお願いいたします。わかりました。河合隆一、三世編の河合に、隆一は小里編の漢字の一位です。生まれは、はい、昭和6年の10月15日。はい、今年はおいくつですか？今年93になるんです。はい、お元気そうでよかったです。では続きまして2人目の方です。ご挨拶をお願いいたします。尾本さん、はい、名前は、はい、尾本君江と申します。はい、お年はおいくつでしょうか？昭和11年生まれ の、 もうあと3ヶ月で米寿ということになります。ありがとうございます。はい、出身地はどこですか？帯広です。
ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ではここから、インタビューしていきたいと思いますが、2月は節分ということで、何か節分に対して思い出とか思い入れとかはありますか？尾本さんどうですか？いやもうね、自分の小さい時の節分ったらもう全然もうぐちゃぐちゃ戦争で、ね、あったんだかなかったんだか分かんない、忘れたのもあるけどね、そういうことに重きを置いてない、ね、そういう時代でした、うん、であと自分の娘の時代はね、あの大豆、大豆、うん、大豆をね行ってね、そしてあの仏様にお供えしてからね、窓を開けてお庭外福は打ちしてね、はい、子供たちにね年の数だけ拾って食べなさいって、うん、それもう巻いたやつこうやって拾って手でこうね、ゴミを払うっていうかなんかね、そのまんま食べてましたね、うん、そんなもう変な病気がなかった時代、あね、河合さんは節分には何か昔こんなことをやったよっていうようなことはありますか？いや、なんかあったんじゃないかな、あったんじゃないかなちょっと記憶はなくないけど、昔は大豆をね、いって豆投げてたって言いましたけど、河合さんも大豆とかでしたか？どんな豆を投げてました？なんか普通の大豆だね。あ、大豆、普通の大豆で、あれ昔はやっぱし 大食材ね、豆も違う豆だったかもしれないけど、今はみんなそれで普通の大豆をね、いって、うん、あ巻いてあれしちゃった、だんだん忘れちゃうよ、そうですね、大豆今はね、落花生から始まって、そうだよね、最近は甘納豆のなんか小袋をそのまま投げて、はい、で汚れないからそのままね年の数だけ食べるっていうことも増えてきているようですが、どうもありがとうございます。ちなみに尾本さん、何かあの昔やってたご趣味とかありますか？得意なこととか趣味なんて教えていただけたら嬉しいんですけど。私はね、下手くそなんだけど、絵が好きで。あ、絵が好きで、どんな絵を描いたんですか？油絵。油絵、1枚描くのにどれぐらいの時間はかかるんですか？いや、もうね、自分一人であの書くんじゃなく、うん、あの先生がいて、そこへみんなね集まってあの書いてた。一枚の絵を習うっていう感じ、うん、だから1枚一月に1枚書くったらやっとですね。あ、うん、そうなんですね。河合さんは何かご趣味とかはありますか？楽しかったこととか。趣味はね、はい、やっぱり相撲はね、趣味でね、相撲やって、それから柔道やって、空手やって、あと冬はスキー大会、スキー、スキーの競技で必ずスキーの競技に出てた。私は得意なのはマラソンの10キロマラソンを走っていたんですよ。へー、うん、それとあと5000メーター。これをあの陸上競技も遠征して歩ったんですよ。厚岸、根室とか。うん、今はそんなことないけど、昔は随分ね、うん、勉強したんだかしないんだかわからんねあのそういうね運動をしてきましたよ。だからね、高校の2年生の3年だ3年の時には体重90キロぐらいありましたね、だからね、下級生に手伝ってもらって体洗ったっていう結構がっしりとしたいい体型だったんですね。差し入れねもあったしね、隣近所の方からね、あの昔食べ物も少なかったから、差し入れしてもらったりね、
よくやってもらったですよ。だから運動が運動でね、だから空手まだね、手がね、まだあざがね、取れないんですよ。そうなんですね。よく最近ようやく取れたかなと思ってね、すごいですね。瓦割りとかしたんですか。瓦割りも やったね。やった。あ、そうですか。あれは痛いんですか、やっぱり。そうね、痛いね。あ、そうなんですね。そうだね、スポーツマンですね。うん、すごい。まあ友達からも言われてるけど、柔道がね、ずっと高校時代からもやってたけど、二段の資格があるって。だけど昔は金なくてね、二段の免許取れなかった。取るのに8000円かかったのね。昔の8000円だとだいぶ今だったら高価なお金ですね。そうですね。それ相当の実力があったってことなんですね。そうだね。すごいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではお達者リクエストです。今日は河合さんの好きな曲、青い山脈、青い山脈はどのような思い出がありますか。まあ全てのお金役所を回って歩いたからね、全国を回ってからね、そこのやっぱ職場でね、あの一番初めに歌いなさいって言われてね、一番初めに歌った青い山脈はね、ずいぶん慣れてね、興味を持って歌いましたし、職場の方で仕事仲間と一緒に。そう、神戸にもの2年いたからね、でその時はね、みんなして飲みに行くで行ったらね、一番初め可愛いやれ歌えっていつも言われたんですね。でこの曲を歌ってみんなで盛り上がったんですか。そうそう、ありがとうございます。ではお聴きください。河合さんの好きな曲、藤山一郎さんで青い山脈です。両親が65歳を過ぎたら、そんなきっかけからご自身やご家族の将来について考え始めてみませんか。例えば施設のこと、介護と仕事の両立など。医療と介護の相談室支え合いでは、平日9時から17時まで複合施設青亀ビレッジにて個別にお話をお伺いしながら一緒に考えていきたいと思います。その他、電信通り観光道の駅イランカラプテにて出張個別相談会も定期開催しています。いずれも事前にご予約いただけるとお待たせせずにご対応させていただきます。お申し込みは0120-331-891、 331-891、 フリーダイヤル支え合い博愛まで。やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。